はい、のりちゃんです。おはようございます。え、今日はですね、えー、最近の太陽光発電とか、えー、風力発電の、どうなってるのと、はい、あの、電力事情はどうなってるのということでね、ちょっと見落としがちなことを、ちょっと取り上げていきたいなと思います。はい、読売新聞で,ですね、今日の6月20日土曜日の、えー、長官、18歳の、 えー、一票ということでね、これシリーズでやってるんで、あの、学生さん向けにとてもわかりやすく書いてるシリーズです。はい。えー、今日はですね、こちらの二人の方をちょっとね、僕がざっくり、意見をちょっとざっくりちょっとまとめてみました。はーい。吉田さんから言います。太陽光発電の電力コストは10年前より6分の1になってます。はい。6分の1です。昔10年前はね、1キロワット40円。 だったんですけれども、今現在、1kW は7円、7.5円ということになってます。はい。だいぶ落ちてますよね。で、まあ、今回の国会ですね、ちょっと取引制度を改めようということで、高くね、政府はね、あの、電力発電をしようという、あの、再生可能エネルギーを進めていこうということで、高く取ってたんですけれども、まあこれからは、そこの、 価格に見合った分を、えー、取引しようというふうにちょっと変わってきつつあるということなんですけれども、はい。えー、でもね、これ意外なんですけれども、今ですね、電力発電というのは、えー、火力発電というのに力をどちらかというと、えー、建設が進んでおります。はい、えー。これなぜかということなんですけれども、うん やっぱりですね、この電力を作るための設備っていうのが、えー、一応ね、まあ、安く、まあ、例えば7000万円でできるということなんですけれども、これ、まあ、言ってみれば田舎にあるじゃないですか。風力発電にして海の上じゃないですか。これを、 送電する設備っていうのがね、実はですね、かなりかかりまして、えー、これがね、12億円、7000万円に対して12億円かかってしまうと。まあそういう事例がありまして、ちょっと、まあちょっとやめておきましょうということがありました。で、あのー、これに関しては、えー、やっぱりですね、国が、 やっぱり考えてどういう方向性を示していくのかということがね、こちらもお二人さんのことでね、ちょっと大事だよということを述べております。国民のね、合意がいると。総電網を開発していくということに、すごい実はコストがかかっていくんだよと。で、このコストがかかるでもどんどん推進していくべきというふうに、やっぱりあの、枠組みっていうのがですね、なぜか、今、CO2 削減。 っていうのをやってますよねはい世界各国でそういう取り組みをや,やってる基準にやはり合わせていくということがやっぱり大事であって実質的に CO2 を減らさないとですねもう大変気候でね日本毎年ね苦しんでますねはい、まあ、今年ももうじきちょっと夏がやってくるんでねもう非常にちょっと心配なところではあるんですけれどもまああのー、それにもう反してですね日本は CO2 を 出てくる石炭火力発電を、ね、どんどんやっぱり作っちゃってると、えー、原発も、ね、あ,のあるんですけども、も原発 CO2 出さない、ね、非常にクリーンなクリーンあのそ、その面に関しては大変クリーンなんですけれども、やっぱ稼働ちょっとしきれていないということで、えー、ここの今、矛盾に非常に苦しんでいるとで、政府がやっぱりそういう風にして、火事切らないと、ですね企業も、えー、やっぱり投資していきにくいと。 はい。投資して、やっぱ回収していくらなんで、あやっぱり、あの、そうでも、うん、やめますと、いうふうな感じの取り組みされるとですね、まあ、商売上がったりとなってしまうということですね。はい。それともう一つですね、えー、これは、えー、一つの民間の取り組みなんですけれども、はい、えー、RE100 と。 いうね。こちら、あのー、今後事業がですね、再生エネルギーだけでやっていこうという、えー、そういう企業連合が、ま、ちょっとできてきてると。はい。で、この企業連合に加盟するためには、すべてのエネルギーは、ま、再生可能エネルギーであると。で、そうではないと、世界の企業と、ま、ちょっと取引できませんよと。そういう枠組みを作ろうとしています。出ました。出ました、また世界基準。 世界基準また出ましたね、ここでもね、はいで。こういうふうな形でちょっとプレッシャーをかけることによって、えー、政府、まあ,、まあ、あれば国民の合意をね、得て、やっぱり CO2 の出ない、クリーンなエネルギーを、まあ、やっていこうというふうに取り組むべきじゃなかろうかということでね、今日はちょっとこれまとめてくれてます。はいまあ、ちょっとコロナとかですね、まあ、検察とか、まあ、そういったことでね、今回の国会、あまり ちょっとこう、まあそればっかりになっちゃったんですけれども、まあこういった形でね、ちょっとしたあの、ことも、あの、大事かなということを僕の方からまた伝えていけたらなと思っています。それではまたお会いしましょう。バイバイ。